業内容は一般貨物および引っ越しまた大きい荷物の搬入業務とか、その辺もやってます。またイベント関係の仕事も多々ありまして、大きい施設内に納品とかそういうこともやってます。働く面では長距離はありますので、東北、北海道、関西、九州、四国、その辺に行ってみたいなって方は、長距離を希望すれば、そちらの方向にも行けるでしょうし、いや、近くて同じ定期の仕事がいいんだっていうことであれば、そういう仕事ももちろんありますので、皆さんのリズムに合った仕事を、あてがうことができるかなと思ってます。で、また福利厚生の一つとして、日々の自分の乗用車の、ね、燃料とかも安く入れられるカードを福利厚生制度をやってますので、そういうこともやってます。うちの新日本物流は仲間同士つながりも濃く楽しい会社だと思ってます。仲間同士でね、休みの日は飲み会であったりとかもあります、そういう働いてみたいなと思っていただける会社にしたいと思ってます。一日一日やるごとに、まあ、達成感はありますね。まあ、荷主さんからまたご指名いただいたりとか、そういう、まあ、喜んでもらえれば一番いいかなと思ってます。その時に達成感があるかなっていう喜びが、はい、まあ、仲間ですね。ギスギスしてないというか、仲良く やらせてもらってるんで、まあ、協力性がやっぱありますね、ドライバー同士の。そこがいいところだと思いますね。初めての方でも全然一から教えていきますんで、ご心配なさらず入ってきていただけると、職場的にも本当に和気あいあいとしているので、迷わず来ていただければと思います。ドライバー求人サイトの